やら発生地点から離れれば離れるほど破壊力が増すみたいじゃの。宇宙が壊れちまうぞ。あと何回かあの二人がぶつかり合ったら、戦いをやめてください。聞こえてるんでしょ、ヴィルス様。ダメだ。夢で見た通りだ。よくぞここまでたどり着いた。褒めてやるぞ、スーパーサイヤ人ゴッド。ビルス様のおかげさ。次の一撃、ここまで連れてきてくれたビルス様に感謝の気持ちをありったけ込めさせてもらうぜ。ビルス様、宇宙が消滅する。あやつ全く同じ勢いと角度で拳をぶつけ合わせることでベル様の攻撃を打ち消しおった。ウンターさん、2発目くらいで完成させるつもりだったんだけどよ。さすがビルス様だ。そう簡単にはやらせてくれなかった。こいつ、僕との戦いの中で新しい技を試していやがったのか。神の力を身につけてなお上に行こうというのか。行くぞ。ペリエット。僕を怒らせるからだよ。諦めて降参しろ。こっちだよ。そこ。なめるんじゃないぞ、スーパーサイヤ人ゴッド。俺は一点だ。上に、まだ上に行けってよ。この場に存在する全てのエネルギーを無にした。そんなことができるんだよ。100% の力を出しさえすれば。おっとおっと、まだパワーを隠してやがったんかよ。じゃあ作戦は一つもね。ヴィルス様、おかしなやつだ。ヴィルス様と同じさ。これだけの攻撃をぶつけ合わせているのに、宇宙を破壊する波動が発生していない。なぜです。時間に入れるか。
何か言ったか？君はよくやったぞ。幾度も限界を超えて強くなった。サイヤ人の身でありながら、この僕にこれだけのパワーを使わせるなんて立派なやつだ。邪魔ってバスターカモだ。全てのエネルギーを無にできるんだよ。まだだ。これがスーパーサイヤ人ゴッドの力。5人のサイヤ人のパワーを寄せ集めた継ぎはぎみたいなスーパーサイヤ人ゴッド、それを君は自分自身のものとして完成させ、僕にここまでパワーを使わせた。ここだけの話、予知部なんかにこだわらなきゃよかったと一瞬後悔したぞ。そんなこと言われてもちっとも嬉しくねえよ。もう一回ってわけにゃいかねえんだよな。地球ぶっ壊しちまうんだろう。やった、僕の勝ちだ。てみなよ。それで今度こそ終わりだ。
破壊を楽しんでんじゃねえぞ。